チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、首相の顔に泥、韓国の裏の動きに、そんなことより韓国、な林外相、についてです。餃子を焼くときは、最初に水分を少なめで蒸すようにすると、フライパンにくっつかず、もちっとしながら、焼き目もついて、美味しく仕上がるんだって。NHK の番組でやってたからやってみたけど、やっぱりフライパンにくっつけてしまったマリナです。首相の顔に泥、竹島 EEZ の韓国調査船、自民から批判噴出。5月17日の産経新聞の記事タイトルです。この記事をご紹介します。竹島、島根県沖ノ島町、南方の日本の排他的経済水域、EEZ、内を韓国国営企業に関連する、調査船が航行したことをめぐり、自民党内では韓国だけでなく、事案を公表しなかった政府にも批判が相次いだ。韓国では10日に、新政権が誕生したばかり。政府は韓国側への配慮を否定したが、弱腰な対応が目立ったと言える。岸田文雄首相の顔に泥を塗られたと言っても、過言ではない。自民党の佐藤正久外交部会長は、17日の党会合で、調査船の活動時期がユン・ソンニョル大統領の就任式と重なり、日本から林芳正外相が訪韓中だったことを踏まえ、こう語気を強めた。韓国の新政権は、初めからこんなことをやってくるのか。我が国の EEZ 内の調査は、今までと次元が違う、とも指摘した。外務省は会合で、韓国国営企業が委託したノルウェーの調査船が9から12日の4日間、竹島南方の日本の EEZ 内で航行しているのを海上保安庁の巡視船などが確認したと説明。韓国政府に説明を求めたが、確認できていない、との回答があったことも明らかにした。出席議員からは、なぜそこで終わってしまうのか。日本の主権を守る上でもおかしい、などの批判が続出した。林氏は17日の記者会見で、政府が事案を公表しなかった背景に、韓国の新政権への配慮があったとの見方について、指摘は当たらない、と反論した。林氏は、調査船が日本の EEZ 内で海洋調査していると確認に至らなかったため、従来の対応通り、中止要求ではなく、現場海域での注意喚起に留めた、と指摘。通常、注意喚起の場合は大概公表していないとも説明した。ただ、政府の一連の動きをめぐり、世耕弘成参院幹事長は記者会見で、もう少し外交的に強く抗議してもいいのではないか、と苦言を呈した。林外相さんさ、そんなに韓国と仲良くしたいの？なんで？米国に、何が何でも韓国と仲良くしろって脅されているの？もう一つ、次のニュースです。韓国からの入国者の水際対策を緩和、陰性なら施設、待機なし、に。毎日新聞5月16日の記事タイトルです。この記事の内容の前に、35,072人。これは16日の韓国の新たなコロナ感染者数です。15日は 13,296人。13日は 29,547人。日本は16日、21,673人。15日は 34,892人。13日は 39,570人です。この数字についてはあえて言及いたしません。記事の内容です。政府は16日、新型コロナウイルス対策で実施してきた韓国からの入国者、帰国者に対する入国制限を緩和すると発表した。これまでは原則、入国後、3日間の指定施設での待機を求めてきたが、17日、午前0時以降は入国時、検査で陰性だった場合、待機なし、とする。政府指定の新型コロナワクチンの接種を3回受けていれば、自宅などでの待機7日間も不要となり、公共交通機関も自由に利用できるようになる。今回の緩和について外務省は、
韓国国内でのコロナ感染状況や、韓国からの入国者、帰国者に対する空港検疫での陽性率などを総合的に考慮した結果だとしている。観光目的での新規入国は引き続き認めない。攻略。こちらは17日の中央日報。韓国財界、日本入国時隔離義務免除措置に経済協力の出口が開いた。韓国全国経済人連合会、全経連は日本政府の韓国人の日本入国時隔離義務免除措置に歓迎の意を表した。全経連は17日、コメントを通じて、韓国国民の日本入国時の3日間の隔離義務は、両国経済の障害物として作業していた、とし、今回の措置が両国の経済協力強化に大きな出口を開いたものと評価する、と明らかにした。続いて、韓日両国間の交流拡大と、関係改善につながることを期待する、とし、両国政府が、相互の人的交流円滑化にさらに努力してほしい、と呼びかけた。林外相さんさ、そんなに韓国と仲良くしたいの？何が狙いなの？なんで、そんなに韓国と経済関係を良くしたいの？完全に韓国側は大喜びで、こりゃあ何でも頼み込めば、なんとかなるぞ。大統領が変わったというたったそれだけで、何にも根拠を示さなくても、日本は甘いぞ。岸田は安倍や菅とはやはり違ってちょろいぞ。そう思っているんじゃないでしょうか。ロシアとの関係で、サハリン2というプロジェクトがありますが、この件に関して民間企業が相当つぎ込んでいる関係上、ロシア制裁からは外して考えるというのが、岸田首相の考えだと聞いた時から、こいつは国益より、経済界からの後押しを優先させるやつだなってわかりました。多分ですけど、竹島のことは完全に目をつぶると思います。一応、口先では日本の領土ということは言い続けるでしょうが、トーンは低くなるわけです。その証拠が最初の記事、韓国調査船の話です。ロシアの侵攻問題と領土の不法占拠、なぜ竹島と結びつけようとしないの？そこ、すでに目をつぶっていますよね。林外相を見ていると韓国への思いはおそらく、ニョルニョル大統領が日本へ馳せる思いの遥か上を行っているように見えるのです。あちらはただの、用日、です。口先で都合のいいことを言います。でも、今の林外相はそれでもそんな甘いささやきが嘘と分かっていても、言ってくれれば、それを頼りに日本の扉を開けようという、ラブな感じが伝わってきます。昔見た、ドラキュラ映画。確かドラキュラは招き入れなければ入ってこれないのに、ドラキュラの眼差しに女性はうっとりとして、招き入れてしまうというものです。多分ですけど、慰安婦問題、で適当に低身体のなんとかの連中と、日韓合意をめちゃくちゃにしたとしてムンちゃんを生贄に、これで手打ちに、戦火と、ニョルニョルに言われ、へいへい、そのくらいでも何か土産があればもう、日本国民も納得させられますよ。レーダー照射、あれも前大統領の仕業ってことで解決。軍艦島、各国の少女像、民間のことに国が口出しはやめますよ。ホワイト国ですか？もう戻しますよ。だからジーソミアも戻しましょうよね。もう、ね、バイデンさんがいいって言ってるならもういいでしょ。え、言ってない、まあ、言ってるようなもんだし。もうね、私韓国ラブだから、日本のマスコミ使ってバンバン宣伝させちゃうから、第4でも5でも韓流ブーム巻き起こしちゃってね。って想像上の林義政外相様のセリフでございます。これはあくまでもマリナの個人的なイメージです。ご本人とは一切関係ありません。顔に泥を塗られているということに、気がつかないぼーっとしたやつも、気がついているけど見て見ぬふりするやつもダメです。で、コロナ対策は今後どうするの？です。なし崩しでもうワクチンとか、なしにしますか？注射しないのは嬉しいけど、経済を回すの？感染を抑制したいの？どうするの？韓国を招き入れたいだけ、日本に仕事に来るのはビジネス？どんな仕事？次の大統領はなかったことにしない？したらどうする？約束を破った時の担保を取ることができないなら、
絶対に信用も利用もしちゃダメ。関わっちゃダメです。もうマリナの中では、現時点では自民党に一票も入れる気はありませんよ。岸田総理、ご覚悟を求む、国民や国益のために戦う政治家。妹のマリンが今年もタカ専用冷凍庫に、アイスを入れ始めました。あれね、タカもスペース空けて待ってるからね。タカもまんざら嫌じゃないんだよね。そうするとマリンがつけ上がるの分かっていることなのに、タカは忘れているんだな。親バカなのねって思うマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。